ネイティブがよく使うフレーズ12選。Hey there, it's Yumi from English Bootcamp. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。今日はですね、ネイティブが本当によく使う、会話でよく使うフレーズで、多分日本人は学校であまり習ってないなって思うものを12個紹介したいと思います。以前ね、ネイティブなら10歳児でも知っている英単語7選っていうのを動画を上げたらですね、非常に評判が良くて、こういうのもっとやってほしいっていうリクエストがね、すごいいっぱい来たんですよ。なので今回はちょっとフレーズでね、紹介したいと思います。フレーズって言ってもね、本当に2ワードとか3ワードとかのすごい短いものです。で、こういう短くって、しかも全部すごい簡単な中1とかで習うような単語なんだけれども、でもこういう使い方を知らないがゆえに聞き取れない、理解できない。ドラマとかね、映画とか見た時に全然わかんないとかっていうのになりやすいものです。それを12選あげますのでね、ぜひぜひね、参考にしていただければと思います。本題に行く前に私の自己紹介、プロフィールこんな感じになっております。もうね、英語の業界長いです。それから、英語発音を中心にやっておりました。発音本ね、2冊出ておりますね。あと、発音本以外にもですね、動画教材とかオンライン教材っていったものも出してます。もろもろね、いろんなね、プロフィール、合わせて、情報はね、下の概要欄に載せておりますので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてくださいね。ではですね、ネイティブがよく使うフレーズ12個ね、今とりあえず最初にダダーッと全部12個をね、紹介しますね。で、細かいところは後で説明していきますね。ではいきますね。I'm broke. I'm in. Get it. How come? Nailed it. Way to go. You wish. I mean it.It happens. Gone too far. Piss off. Where were we? Where was I? 最後の2つはね、どちらも同じ意味で、よく使われます。じゃあ、1つ目からね、説明していきますね。broke っていう言い方ですね。I'm broke. これよく使います。で、broke というと、break の過去形かなと思うと思うんですけれども、じゃあ壊れたとかかなみたいなね、そうではなくてここではねお金がないっていう意味です。すっからかんとかっていう時にbroke を使います。こういう状況の時ね、日本人が言いがちなのがね、 I'm poor です。お金ないとかって、私貧乏だから、日本語で結構貧乏、私貧乏だからさとかね結構言うので、その感覚で英語で poor っていう単語を使っちゃうんだと思うんですけども、 I'm poor っていうとってなるので、普通こういう時は broke を使ってください、ね、私貧乏ですとかっては英語ではあまりそういう言い方しないです。本当に貧困であれば使いますけどね。でもそういうニュアンスじゃないと思うので、いや今月ちょっとピンチでとかね、今週ちょっとピンチでとか、今ちょっと金がなくってさみたいな時は broke ですね。Let's go out for a drink とかって友達に言われて、 I can't, I'm broke みたいな、こういう時に I can't, I'm poor って言うとすっごい変なのでね、気をつけてくださいね。で、次の I'm in ですけどもね、この in っていうのはね、乗ったっていう意味なんですよ。例えば We're having a party this weekend. Wanna join us? とかって言われた時に、パーティーやるんだけど来ない?って言われた時に、あ、行く行く、乗ったっていう時ね、I'm in です。で、日本語だと乗ったって言いますけど、英語だとこの in っていうね、前置詞を使って表すんですね。で、こういうの知らないとやっぱりね、聞き取れないし、言われても分かんないと思うので、覚えておくといいと思います。次ですね、これは知ってる人も多いかな。get it ですね。で、get も中1で習うと思うんですけども、ここの get はですね、理解するっていう意味です。なので、get it って言われた時は、分かったっていうニュアンスですね。今話してること分かる?分かったっていう時、get it です。で、分かれば、yeah, get it.I get it. 分かんなければ、No, I don't get it. I don't get it. っていうふうに答えてください。で、こういう時に understand とか使わないです。Do you understand? って言うと、分かるかみたいな感じになるので、ちょっとね、やっぱ高圧的な感じになります。なので、そういうニュアンスでは使わない。普通に、ね、分かるよって、いやー、分かんないなーとかっていう時は、この get をよく使います。次ですね、
How come? これね、私は学校で習った記憶がないんですよ。おそらく習わないと思います。で、どうしてっていう時です。で、why? っていうね。こっちの疑問詞の why の方は学校で習うんですけれども、how come は習わないですよね。例えば、how come you're here? なんでここにいるの?っていう時ですね。このなんでここにいるの?って言いたい時って、純粋に理由を聞いてるわけじゃないじゃないですか。どっちかっていうと、まさかあなたがここに来るとは思わなかったわ、みたいな、みたいな時に使いますよね。で、そういう時は why ではなくて how come なんです。why you here? って言うと、なんか、来ちゃいけないのみたいなね、感じになるじゃないですか。理由が必要なんですか、私がここにいるのには、みたいなね。そうではなくて、なんでなんでなんでいるのとかって言いたいときは、もうこの、なんでなんでっていうのが How come なんですよ。なので、そういうときに使うっていうのはね、覚えておいてくださいね。次もね、これも学校では習った覚えがないですね。Nailed it。Nail って、この爪みたいなね、そうではなくて、これはね、Nailed it って、バッチリだね。とかね、決まったね。っていう時に使います。You nailed it とかね、I nailed it とか。ほんとよく使いますね。バッチリ。決めた、決まったっていう感じです。これもよく本当に使うし、インターネット、ネット用語ですよね。とかでもよく見るのでね、覚えておいてくださいね。次です。Way to go! やったねとかっていう時に、これよく使います。イェーイみたいな。イェーイもよく使いますけど、Way to go! とかね。やったねとかね。あと、congrats, congratulations っていうね、おめでとうっていう、そういうニュアンスでも使いますね。でも本当にいい会話でもよく使います。次はね、なかなかちょっときつい一言ですけど、you wish。あなたはそれを望むってことですけども、まあ夢でも見てればっていう意味です。あ、こうしたいな、あしたいなみたいな、もう夢物語とか言ってる人に対して、oh, you wish みたいなね、とかっていうふうによく使います。次の I mean it。 これは知ってる人多いんじゃないかなって気がしますね。歌の歌詞とかでもね、出てきますからね。mean っていうのは意味するっていう意味ですけど、I mean it っていう時は、あ、本気ですよって。こう、冗談とかじゃなくて本気で言ってますよって、ね。もう次はないからね、みたいな時に I mean it っていうのね、よく使いますね。で、次ですね、it happens。よくあることだよっていうことですね。これ、それは起きるっていうことなんですけどね、直訳すると。よくあることですよっていう。Oh, don't worry, it happens. って言うと、あ、もう気にしないで、まあ、こういうことってあるからさ、とかっていう時にね、使いますね。次のね、gone too far。遠くまで行き過ぎているってことなんですけど、まあ、そう、やりすぎとか言いすぎっていう時です。ちょっとそれは言いすぎだよとかっていう時に、you've gone too far とかね、っていうふうに言ったりしますね。で、これもね、結構会話でよく使いますね。次の piss off ですね。piss っていうのはね、ちょっと下品な言い方なんですよね。おしっこするっていう意味なんですよね、piss っていうのはね。それのちょっと下品な言い方です。なので、まあ、あんまり上品ではないんですけど、でも会話で結構普通に使います。piss off で、誰々をムカつかせるっていう意味です。例えば、she pisses me off って言ったら、本当彼女腹立つわとかね、ムカつくわっていう時に、彼女が私をムカつかせるっていう言い方ですよね、英語の場合ね。なので、彼女本当ムカつくわっていう時、she pisses me off っていうふうに使います。結構使います。映画とか見てると本当によく使ってるのでね、これは知ってた方がいいです。で、最後の where were we または where was I ですね。where were we とか where was I ですね。どういう時に使うかというと、私たちはどこにいましたかですね。直訳すると。または私はどこにいましたかってことなんですけど、話の最中でなんか話がそれたりしてから、何の話だっけって言いたい時です。そういう時に、何の話してたっけっていう時、みんなで話してたんだったら、Where were we? です。あれちょっと、なんで、ね、何でしたっけねみたいな。で、私が一人で喋ってて、何の話だっけっていう時は、Where was I? っていうふうになります。これもよく使います。で、この手の本当によく使う2、3語のね、2語とか3語とかの短いフレーズっていうのも知らないともう絶対聞き取れないですね。なんで、知ってる必要があるんですけれども、なかなかいわゆるテキストには出てこない表現なので、まあこういうのって映画とかドラマとか、あとまあトーク番組とかね、そういうのを見てるとしょっちゅう出てきて、あ、こういう時にこういう言い方するんだ、言い回しするんだっていうので、だんだん蓄積されていくんですよ。
なのでこう日頃からそういう生きた英語をねたくさん見るようにしてください。で、まあ、小説読んだりするのもいいと思います。小説も会話がいっぱい出てくるので、その中でこういったフレーズはたくさん出てくるので、繰り返し出てくると最初はんと思っても、あ、こういう状況で言ってるってことは多分こういう意味なんだなっていうので、だん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 自然に覚えていきます。で、覚えようと思っても多分覚えてもすぐ忘れるのでね、やはり継続して小説を読んだり映画やドラマを見たりっていうことを続けるのが、もうこういう語彙をね増やしていく、語彙とかフレーズを増やしていく、もう王道だと思うのでね、ぜひやってみてくださいね。以上、ネイティブがよく使うフレーズ12選でした。今後ねこういうのやってほしいとかっていうリクエストがありましたら、下のねコメント欄に書いていただけるとね、今後の動画作成のね参考にさせていただきますね。それから今日の動画が役に立ったっていう方はぜひ高評価ボタンの方お願いします。で、チャンネル登録もついでにしていただけると嬉しいです。というわけでまたお会いしましょう。 See you!